ミッテン・アールは、ドイツ連邦共和国ヘッセンシュー議院占行政管区のラーンディル郡に属す町村である。ミッテン・アールは、豊かな森に覆われた高度445メートルまでの丘陵地、ヘレニーチ市、グラーデンバッハ山毒の環境下にある。3518ヘクタールの町域内に5000人以上が暮らしている。約45キロメートルの道路が各地区間を結んでいる。 町域の森林占有率は50%を超える。密ー R は、北はジークバッハ、北東はビショフ,フェン、東はホーエンアール、南東はアスラール、南はエーリングハウゼン、南西はジーン、西はヘルボルンと境を接している。密ー R の町内地区図の町は、バランスバッハ、ベラースドルフ、ビッケン、オフェンバッハの各地区からなる。 自治体ミッテンアールは、ヘッセン州の地域再編に先駆けて、1971年12月31日に、それまで独立した町村であったバラースバッハ、ビッケン、オフフェンバッハが合併して成立した。ベラースドルフは1972年4月1日に、これに編入された。ミッテンアールの町議会は、23議席で構成されている。 2013年9月22日に町長選挙が行われ、7人の候補者の中からマルクス・ドイジングが52.1%の票を獲得して当選した。彼は10月22日にわずか4週間で敗人により失職したゲリとクリンゲル・ヘイファーの公認として町長に就任した。直接選挙制度導入後の町長は以下の通りである。ズガラ、黒字に、 金色の斜め破体。上部に金色のクローバーの葉。下部には二本の銀色の横帯。この紋章は、町内を流れるアール川を象徴する波帯の他に、かつてこの町域を収めた二つの貴族家の家紋からその遺章を取っている。クローバーはデルンバッハ家、二本の横帯は立憲家である。1950年12月9日に、 シュピールマンスツークビッケンが設立された。この団体は1967年からはムジークツークビッケンとして知られている。レパートリーはボヘミアおよびモラビアの水槽楽である。青年合唱団ヤングボイシーズミッテンアールは2000年に MGV1861 バラースバッハ、GV ゼンガーフェライニグング1860ビッケン。 ジブアイントラ派とオフェンバフ派の3つの合唱団の主導で設立された。レパートリーは宗教曲、ゴスペル、エバーグリーン、現代作品を含む。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。